はい、浜本君、こんにちは。たぎってきましたよ。たぎってきた。元に戻りましたよ、完全に。さっきの減量の時さ、73キロだったのに、今、77キロ。1時間で4キロバルクアップ。そうっすね。素晴らしい。まあ、スクワットで消化をして、うん、ベンチは本領で発揮して、うん、デッドで筋トレするっていうイメージです。もう、筋肥大させに来ちゃってんだけど。やっちゃおうかな。もう坂本くんからするともうパワーリフティングの大会はもうもはや筋肥大の刺激と、素晴らしいね。いや本当に、でも人間っていうのは、うん、どれだけ水でできているのかっていうのを改めてこう感じましたね。そうだね。で、あと約4ヶ月ぶりにジュース飲みました。あ、モンスターを。モンスター美味しかった。あ、いや、かすむなっていう体の質感が。あ、それもう感じちゃうんだ。あ、感じちゃってて、実際今日血管これ出てないんですよ。あ、確かに。これ僕の体が拒絶反応を示してて、まあ、その代わりに僕は元気を得たんで今日は。そうだね、はい、今日はそっちが大事。そう、元気の方が大事だ。血管もそうだけど。そうですね、まあ、ということでちょっと初パワーリフティングやっていこうと思います、はい、目標はまずスクワット目標何キロ。250は上げたいんですけど、うん、実は250以上上げれるんですよね、うん。まあ、調子によっては、もっと上げるかも分かんないし、うん、ちょっとそこは量子力で、うん、対戦相手の出方で変えようかなと思います。なるほどね。まあ、やっぱ記録もそうだけど成績も重視したよね、うんうんうん、でベンチ結構知らないんで持ちすんで。あ、ベンチ弱いんですよ、うん、ベンチ140が今日の多分最終的なマックスになるかな。うん、やっぱり大胸筋が弱いっていうのは僕前に動画でも出してるんですけど、胸がやっぱり弱いんで、最初125、135、140どうなるか分かんないんで。そうだね、第二試技の感じを見てる。そうですね、っていう感じで組んでいこうかなっていう。デッドは前にやった感じでいくと、まあ、230で最初組んで第二試技で考えようかなと。そうだね、まあ、とりあえず記録もそうだけど、うん、優勝を目指して、はい、はい、じゃあ坂本くんのパワーリフティングデビュー戦頑張っていきましょう。はい、やるしかない。やれる男だ君は。頑張って。はい、ありがとうございます。はい、行け脳筋小僧坂本くん、頑張れブラック筋肉くん。ということで始まりました、坂本くんのパワーリフティング、デビュー戦ということで、解説始めていきますと。で、前の動画でもあった通り、あとオープニングでも言ったかもしれないんですけど、なんと彼1週間前まで80キロありました。81キロだったかな。で、なんと彼がエントリーした階級74キロ級ということで、なんと1週間で7キロほどの水抜きをして、今大会に、挑むということなんですけども、本当になんか特別な調整法があったらしく、まあ、しかも食べながらね、無理なく7キロ落としたということで、まあ、そこはさすが坂本くんだなというところで、7キロ落としたにもかかわらず、そのヘロヘロ感っていうのは、でパワーが出ない感じも本当見受けられなかった。やっぱすごいですね。はい。で、減量が終わった3時間後にはなんと、77キロまで戻ってましたと。でこちら、215キロかな。で、ウォーミングアップ失敗ということで、なんかバランス崩しちゃったみたいだね。パワーリフティングの大会でウォーミングアップで潰れる人僕初めて見ました。まあ、だけどね、坂本くんほどの、調整をしたならば、まあもうこれは仕方ないのかなと。ちょっとバランス崩しちゃったみたいですね。で、次、これ190キロか。はい。でね、これちょっと斜めってるじゃないですか。これ実はね、左右でプレートの付け間違いが起きてます。だけどそれをお構いなしに上げるという、普段のトレーニングでもこんなミスしないだろうよね、うん、だけどもうお構いなしで上げてましたけど、はい、でこれが210キロか、はい、これが彼の最終アップですね、はい、深くしゃがんで、はい、難なく成功ということで、これでウォーミングアップを終わり、はい、坂本くんスクワット第一試技230キロということで、左上にも多分出てると思うんですけども、成功しました。彼の目標は250キロ、だったそうなんですけども、7キロ水を抜いたにもかかわらず設定重量は、
変えないという強気の姿勢ですね。はい。で、僕ですね、実は、10年ぶりに、学生パワーリフティング大会見に行きました。10年前は僕、大学3年生、ちょうど坂本くんと、同じ年だったんですけども、当時僕もね、関東学生パワーリフティングボディビル連盟の理事、選手兼理事だったので、こういう大会の設営だったり、あと、運営をね、まあ、手伝っていたんですけど、会場はここ東京大学で行われてるんですけども、昔はね、ここ、まあ、ちょっと言い方悪いけど、オンボロ体育館で行われていたんだけど、まあ、10年経ってね、こんな立派な建物もできて、空調も効いてる中、大会ができるというのはね、本当に、恵まれた環境で羨ましいなというところですけども、坂本くん、これ第二試技が240キロですね。はい、なんとね、この重量は、学生新記録ということで、74キロ級の全日本学生記録が235キロなんですって。なんで、プラス5キロ、更新の重量ということで、1週間前と比べて体重7キロも軽いのにもかかわらず、学生新記録に挑むということで、まあ、右にも出てんのかな、左上か、成功しました。深さも十分ですね。で、これ一回止まってなんか、体ぐにゃってなったけど、これ成功だよね。ちょっと今音声なしで動画回してるんだけど、多分成功です。今これなんか手に書いてパクッてかり食ったじゃないですか。何だと思います？よくさ、人という字を書いてそれを飲み込むと、緊張がほぐれるというかリラックスできるって言うじゃないですか。でも彼はね、脳筋小僧坂本くんですよ。やっぱそこは普通じゃなかったね。人って書いて飲み込んだのって僕聞いたんですよ。そしたらね、いえ違いますと、力って書きましたっていう。力と書いてそれを飲み込んだと。もうここ一番という時に、パワーを出すために、力と書いて飲み込んだらしい。で、重量、これ第3試技245キロ。本来の、第3試技の目標は250キロだったけど、まあ5キロマイナスだけども、まあ素晴らしいよね。すごいよ。これもあっさり成功させ、全日本記録、なんとプラス10キロ更新ということで、圧巻のスクワットでした。やるしかないね。ベンチ内のコンディションは最悪だけど。やるしかない。あえてこの状況でやるっていうのが多すぎるんですけど、そうだね、逆にワクワクしてきたな。そうだね。頭沈んじゃうよ、これ。やるしかない。100キロ。はい、坂本くんベンチプレス第一試技ということで、ウォーミングアップのシーンはですね、まあ、一瞬で過ぎ去ったんですけども、まあ、実際に彼はね、ウォーミングアップあの1レップだけでした。100キロを1レップやって、ベンチプレスのアップは終わってました。彼曰く、ベンチは苦手らしい、まあ、胸が弱いって言ってるんですけど、まあ、僕にはどう弱いんだか、まあ、ただなんかやっぱデッドリフトとスクワットと比べると重量が扱えないらしい、まあ、僕はそんなことよりも坂本くんの三頭筋のセパレートの仕具合にちょっと、目がいってしまうんですけど、まあ、これ125キロ、失敗しました。上がったんだけど、はい、その理由はコール無視ですね。審判員の方が、戻せっていう指示するんですけど、それを無視して、まあ我が道を進んでしまったということで、失敗だったんだけど、まあ上がってる感じ、余裕そうだったんで10キロ上がりました。第2試技これ135キロですね。はい、まあ、ウォーミングアップを本当に極力やんなかった理由としては、まあ本当に7キロ水抜いてきたんで体力を温存させるために、アップは最小限にということだったんですけど、第2試技、はい、潰れてしまいました。これすごく僕ヒヤヒヤしてて、第一試技も失敗したんですよ。で、第二試技、潰れたわけじゃないですか。これ第三試技ね、もう潰れちゃうと、三振って言って、一回も成功できないと、この日の記録っていうのは全てなくなってしまうんですよね。なんで、この第三試技は何としてでも、
成功させなきゃいけない、うん、しかも前の第二試技で潰れちゃってるんで、メンタルの立て直しってのは本当に、大変だったと思う。で左上に多分書いてあるんだけど成功しました。すごい修正だね。僕だったら第二試技あんなぶっ潰れ方したら普通にもう第三試技戻ってこれないです。だけどさすがそこはね坂本くんですね。うん、見事に上げました。しかも軽い、うん、でこれギリギリだったね、うん、白旗2本でした。はい、危なかった。まあ本当に危なかった。はい、坂本くん来ました。デッドリフト来ましたよ。ついにベビーパウダーが来ましたよ。最終兵器、いや絶対的な信頼を寄せている新型のベビーパウダーが来ましたから。新型とかのベビーパウダー、これ見てください。2種類ありますから。おお、混ぜる混ぜます。そして新型ベビーパウダーは未だに改良されているということですね。そうですね。おお、来ました。3種類目、これを全て体にまぶすの、全てもうサラッサラのサララッティみたいな感じになりますよ。もう赤ちゃんに戻ろう。そうですね、うん、3種類もベビーパウダーを、これはもう、しかもご自由にお使いください。本当に自由に使っちゃう。これはなら全部使っちゃいましょう。今回は出し惜しみなんて一切ない。そうだね、うん、デビュー戦は今日しかないから。そうデビュー戦は今日しかない。やれることは全部やろう。そうなんで、とりあえず、うん、ベビーパウダーとりあえずいきましょう。はい、スヤスヤタイプ、スヤスヤタイプだけど大丈夫。あ、調合してもらっていいですか。調合する。はい、もうめんどくせ。もうあの前で分かってるんで、もうぶっかけてください。あ、そうもうどんどんいっちゃいましょう。もうそうやっちゃいましょう。ベビーパウダーを体内に。やばい、ベビーになっちゃう。ベビーになっちゃう。すごい、でもそれぐらい、ね、ものすごいかけてますよ。そう、ね、タイプの粉ではないから確かに。体を押し付けても嫌がられないぐらいサラッサラッサ。そうだね、はい、誰かにハグしても嫌がられない、はい、サラサラ。あれワイドだよね。あ、ワイドでいいですよ。ワイドなんで内ももすねぐらいですかね。前回実は内ももに塗り忘れてて、その反省を生かして、もうだからもう塗らないっていうことではなくて、もう滑っちゃうぐらい塗っちゃおうかなって。そうだね、ベビーパウダーをやっとつけましたよ。最終形態だ。そうなんですよね、坂本最終形態。しかも、はい、だいぶですね、はい、体調が回復しましたね。おお、やっぱ最終試技だから、あのめちゃくちゃ本当に、うん、あのあと水が足りないって言われて、まだ、はいはい、一応合計で5リットルこの短時間で、この短時間で、あ、でも3時間ぐらい経ってるんで、うん、まあ、ちょびちょび飲んでたにしても5リットル飲んでますね。今日はこれで筋肥大させよう。やっちゃいますか。最終、うん、よっしゃー、ベビーパウダーの力っすよ。バーズローデッド、はい、ついに来ました。満を持して新型ベビーパウダーを全身にまぶしたベビー坂本が、デッドリフトをします。はい、第一試技230キロ、絶対的な信頼を置いているベビーパウダーを身にまとった坂本くんは最強ですということで、230キロは、さらっとね、ベビーパウダーのようにさらっと引いてくれました。はい、まだまだ余力ありますね。230キロです。どうしたの？デッドで30キロ差をつけてくる人が現れたんで、うん、あ、まさかのここでちょっと並んじゃいましたね。渡辺くんだ。265キロ引いたね。265キロ、うん、結構差がついてたんですけど、うん、ここで結構軽く引いてきたんで、多分300近く引くじゃん。そうっすね、そんな気がする。タクチカルオーバー使うしかないです。何ですかそれは。限界突破。ちょっと1回250で、うん、あのここから1回自分に勝つ入れまくるんで、うん、250、うん、持ったことない重量3試技目でいってみましょう。なるほど、やるしかない。やるしかない。やれる男だ君は。やるしかない。口からオーバー。バーズローデッド。
はい、ついに坂本くんがタクティカルオーバーをするらしいです。これで必殺のデオドラントをプシッと嗅いで、はい、タクティカルオーバーする準備は完了ということで、250キロ、まあ、彼が、普段のトレーニング、まあ、素手で引いたことがあるマックス重量ですね、はい、デオドラントを嗅いだ、そしてタクティカルオーバー状態に入った坂本くんはもう誰にも止められないということで、250キロ挑戦してくれます。タクティカルオーバーってね、なんだろうと思ってさっきググったんですよ。そしたらね、タクティカルオーバーっていう、はい、タクティカルオーバー、はい、タクティカルオーバーっていうね、言葉はなくって完全に彼の造語ですね、作りました、はい、彼が勝手に作った言葉で、タクティカルオーバーっていう言葉はないんだけど、タクティカルオーバースカートっていうね、なんかサバゲーで履くなんか、スカートみたいなのが出てきました。はい、タクティカルオーバーはないけどタクティカルオーバースカートということで、彼が坂本くんの前に立ちはだかった急に出てきたライバル、渡辺くんです。はい、僕ね、もともと会場にいるとき、なんかすごいこの子イケメンだなと思って目はつけてたけど、いやー、渡辺くん君デッドリフターだったのかというところでね、いや最後の最後で面白くなってきたね。はい、第一試技282.5キロ、280キロか、ああ2.5キロ、285キロか、すんごい軽く引いたよね。俺ね、300キロぐらい彼引くんじゃないかって思ってたの。うん、あ、彼、今坂本くん力っていう文字、飲み込みましたね。はい、でね、ベンチとスクワットは多分渡辺くんそんなに強くないんですよ。あんまりなんか目立った感じじゃなかったんだけど、急に出てきたね。そんな重量をひっくり返してしまうほどの、まあ、強烈なデッドリフトをします。はい、いやー、ここ燃えましたね。で、彼がすごい重量こう、なんだろう、迫ってくるもんだから270キロに、重量設定します。第3試技270キロしますって言ったんだけど、260キロになってるんですよ。これ最初僕表示間違えてんじゃないかと思ったんだけど、その渡辺くんが 292.5キロ、300キロやってくると思ったんだけど 292.5 キロにしてきたから、余裕を持ってちょっと下げたんですって、260キロ直前でね。なんだから戦略的に重量を下げたということで、坂本くんなんと260キロ本番で引いちゃいます。はい、しかも、彼、減量前でもこの重量引いたことないです、素手で。僕もそうなんですけど、本番に強いタイプだね。やっぱこんだけ観客がいるとやっぱ力出るんですよね。うん、見られると、うん、完全に僕と同じですね。で、292.5キロ渡辺くん、うん、ちょっと今のうちに言っとくんだけど、渡辺くん試合終わった後ね、会場掃除してました、雑巾で拭いて。もうめちゃくちゃ感心、もう感動しました。うん、でこれ失敗したんだよね、肩が返せなかったんだ。だけどね、すごかった、お疲れ様2人とも本当に。はい、坂本くんお疲れ様。はい、ありがとうございます。結果を担当直入に言うと優勝です。ありがとうございます。ありがとうございます。多分最後の最後で、うん、渡辺優斗さんっていうデッドリフターのね、そうですね、方が繰り上げてきて、本当に接戦だったよね。そうですね、本当にもう全部もうかなりギリギリの戦いをさせてもらったんですけど、最後こう260ではなくて270を持つと、どの数字で来てもらっても、同率になって、体重今日僕6キロ本当は落とせばよかったんですけど、こういう時もあるかなと思って7キロ落としてきてて、その渡辺さん 73.3 キロなんですよ。で、僕 73.2 キロだったんですよ。もし僕が270引けてた場合、あの方290キロ引いてきたんで、一応同率になる。で、0.1 キロ差で勝つっていうパターンももしかしたらあったかもしれません。体重差がね、同じ重量引いてても体重が軽くて重い方を上げてる方が勝つみたいな、そういう。そうですね。でも練習に引けなかった重量に挑戦して、土壇場で全部今日いろいろ更新して、ルール確認も本当にしてたんですけど、難しいなっていう。で、本当になんていうんですかね、優勝っていう実感はなくて、逆にもう少し続けてしっかりともっと身につけていきたいなということで、あくまで優勝は肩書きであって、アオリジナルとしては正直まだまだだなって、そういう感想には正直になってしまいます、今日は。
まあ、正直そういう感想かもわかんないけど、うん、まあ、本当に熱く、なんかもう熱くなるものあったよね。いや、もうギリギリすぎて本当に、なんていうんですか、競り合いに勝つっていうのは一番難しいことで、うん、やっぱり精神力っていうのがここまで身につけてきたものが、やっぱりどれだけ高いかっていうのが非常に関わってくる局面。そうだね。で、局面の中でこの戦いに勝たなければ勝利がないっていうところで勝ちに行くことが練習じゃなくて本番だったので、まあ、それが実現できたことは、あの、東京ボディビル選手権に向けては非常にいい経験になったと思います。そうだね。ここの最後の競り合いっていうのは普段からそういうね、精神面鍛えてるけど、そこがもう7キロ落とした上でその精神面が生かされて、なんか最後持ったこともないような重量を挑戦して成功させてるから、坂本君の精神力の強さとね、脱帽だなと思うところで、一応スクワットが、学生記録、学生記録もう少しいけそうだったんですけど、実はアップでちょっと腰やっちゃってるんですよ、少しだけ。もしかしてあのコルあれでやっぱり右の脊柱の起立筋がちょっとおかしくて、今日来ていただいた方に施術とかもしてもらってたんですけど、違和感は少しあったんで重量落としちゃってるんですよね、うん、ただ一応学生記録は取れているんですけど、なんか悔しいですよ正直この大会は、うん、だって渡辺さんの方が強いですよトータル的に。そうトータル的に。でもやっぱり運も実力のうちなのかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと今日は本当に全部運頼りになったなっていうのはあるんで、まあ、僕が重量を上げたから 2.5 多分普段持ってない重量を挑戦してきて失敗したのかなと思うんですけど、いやまあなんていうんですかね、まあ、厳しい戦いを制する、まあ、いい機会にはなったなとは思います。仕事もね、学びだったりそういう自分の経験値にしてしまう姿勢っていうのも、ね、今回話して見えたかな。逆にデッド300を引かなければいけないなと思いましたね、うん、階級が74で同じ階級で年齢もそんなに変わらないはずなのに、ね、ちょっと僕より力があるっていうのはもうこれはちょっとっ悔しいので、練習で逆にじゃあ東京ボディービルまでにまず280引けるようになろうかなと思います、うん、なってればやっぱり広背筋の厚みがもっとできるし、やっぱり渡辺さんでかかったですね。でかいですね。やっぱり300引けちゃう背中ってこういう風なんだなって分かったんで、いやちょっとなんかあれですね、いろいろな筋肉を見れた気がしましたね。学生で74キロ級で300付近引くって俺も初めて聞いた。そうなんですね。それはすごいよ。しかも同年代には300キロスクワットしちゃう子もいますし、あ階級は違いますけど、花本、はい、いやなんかそのあれなんですよね、結局ボディービル的には力があってもこっちの世界ではそこまで大したことなかったりするんで、まあ、もう少しやっぱりしっかりとやっていかなければいけないなというふうに今回は思いました。本当に今日はありがとうございました。いい話をしてしまいました。ありがとうございました。じゃあ、ね、佐藤君、お疲れ様。はい。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。よし、じゃあ今日はこれで以上です。ありがとうございました。